はい、半幕の本家の半前洋先生です。ちょっと記録でね、前にちょっと茨城県鉾田市のね、太陽支店でですね、以前ね、人殺しがあったんですよ。でね、その時に議会議員がね、私、本家の半前洋先生、私にですね、市会議員が殺せということで、鈴木組の組員が役所にいたんですね。議会議員のところに行ってまして、で、本物のヤクザですよ、が役所の、議会議員長ですかね、の命令で役所のね、鈴木組にのヤクザにね、私を殺せって命じしまして、でね、でヤクザ、鈴木組のヤクザにね、無理やり自動車にね積み込まれるという事件がありました。で、なんとか腕力で、鈴木君本物のヤクザから逃げたんですけれども、その時にね、役所の大きな、ね、茨城県鉾田市太陽支店の役所のね、怖さというのを知ったんですけれども、役所の怖さを知ったんですけど、その時にね、私は警察を呼んだんですね。で、その前にね、その隠すんですね、何もなかったように役所の職員がそのことをね、事実をね、本物のヤクザがだって役所の職員が全員でね命令したと、議員だけじゃないんですね、役所の職員がそれで殺しを命じたというやってきたんですよね、本物のヤクザにね、私を片付けろということで命令したわけですね。で、その時に重大で警察呼んで、なんとか腕力で逃げて、で役所に戻って、なんていうことをしたということで、証拠でですね、ね、隠すんで、花瓶、役所の花瓶があったもんで、下にね、誰にも被害を与えないように証拠として大きな事件だということでね、花瓶を下にね、割ったんですね。で、大きな事件なんですね。で、その前にも殺人があったんで、これみんなね、おないないにしてますね、殺人をね、役所はね、警察と組んでますから、そんなことがありましたということでね、殺人事件がありましたと、だいぶ前ですね、ですけどね、役所って注意しないといけないっていうことをぜひ、知っておいてください。殺人しても全然捕まんないです、ね、そんなことで本物のヤクザも雇ってます。そんなことでね、どうもありがとうございました。半前洋先生です。